こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、一つ講義をしたんですよね。2時間半ほどになりましたけども、いや、やっぱなかなかね、緊張するところもあったりとかね、私らしくないなというふうに思いながらやってました。でやっぱりね、でもいつものライブ放送とかこうやって動画放送みたいに、もう一方的に話すのではなくて、こう参加者さんのね、反応ってものがあったりとか、それから Q&A とかがあると、やっぱこう身の引き締まり方がいつもと違うなって思いますね。でどちらにしても、私の方もそうですけども、参加してくださった皆さんの方も真面目に自分の収入とか将来のことを考えていると、ある意味怯えているっていうことだと思います。この恐怖感っていうのは非常に大事ですね。もしかしたらお金がなくなるかもしれないと、もしかしたら生活がガタガタになるかもしれないと、もしかしたら健康が壊れるかもしれないっていうような、この恐怖がきっと私たちの内から出るものに結びつくことがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ私はね、恐怖ってものにすごく鈍感だったんですけども、まあでも今感じます。この豊かさっていうのは、おそらくあの時に私が自分に鞭を打たなければなかっただろうなと思ったんですよ。いつものように今でいいやとかね、今日限りでいいやっていう風な人生だと、下手に長生きして50を前にした時に、なんであの頃30代の頃やっておかなかったんだ、なんで40代を無駄に使っちゃったんだっていう風な後悔ばかりを感じていて、あの頃に戻れたらっていう風なね、暮らしが続いたと思います。今私はあの頃に戻れたなってあんま思わないんですよね。というのが、やっぱり下積みをやってた頃って、その頃は意識してなかったんですけども、まあ結構なね、労働力だったのかなと思いますからね。それだったら昔に戻らずに今の暮らしをさらに良くする方がいいかなと思いますし、10年前と今と比較したら絶対今のがいいですし、5年前と今を比較したら絶対今のがいいと思いますね。でそう思うからこそ、将来はもっと良くなるんじゃないかなと思いますし、そのための仕掛けを今日もしておこうかなと思うばかりでございますね。やっぱり何か種をまいてね、実ったりとか収穫できるのって3年後とか5年後だっていう風な、その意識は昔から変わらないです。これはね、時間がいくら変わっても同じです。一夜にして化けるってことはありますけども、それは5年とか10年の下積みをやっぱりしてたからだと思うんですよね。この下積みっていう種類が昔とはちょっと変わったぐらいで、やっぱり今の下積みっていうのは IT に詳しくなるために勉強しておくとかね、手数を打って自分の露出を深めておくとか、こんな形なんじゃないかなと思いますね。